中島健太さんのラーメンですね、はい、こちらの作品でオークションに参加してからだいぶ自分の中でこう調子に乗り出したというか、なんかアート欲がすごい強くなって、でオークションに参加できて落とすことができたっていうところでの自信もついて、でギャラリーにも一歩踏み入れられたっていう、自分がこうお仕事を頑張ってそのね、いただいたお給料でアートを手に入れるっていうところで、なんか頑張ってきたなみたいな、こう夢を買ったなみたいな感じもあって、そう大人になったなっていうのを思いますね。